はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん。タカラトミーさんよりレビュー用にお送りいただきました。究極ゴム銃 G ショットです。はい、こちらですね、G ショットなんですけども、うん、これね、なんとね、輪ゴムの銃なんだよね。うん、パパの世代なんかね、昔ね、割り箸でこう、作ってピンピンやってたんだけど、これがですね、なんと超進化したね、うん、おもちゃになって帰ってきましたね。それでゴムを装填して銃としてパンパン撃つんでね、うん、結構かっこいいね、うん、そしてこれがインパクトドラゴン R というですね、赤い銃ですね。そしてこちらがスナイプドラゴン B というですね、青い銃ですね、うん、こちらがマキシマムドラゴン G というですね、ライフル型のすごいね、でかい銃でございますね、うん、はい、この3つの銃をですね、お送りいただきましたね、うん、ちなみにこれも開けて遊んでおります。こちらがインパクトドラゴン R ですね。これ見てわかる通り、ちょっとね、ドラゴンっぽいんだよね、うん、ここが目で、あ、そう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 、で、ここが牙で、そうだよね、ここはちょっとちっちゃい牙、そうそう、これ長い口みたいになってるね、うん、かっこいいよね、かっこいい。この部分が次はですね、うん、はい、上をこのように引いて、ここに輪ゴム装填してね、うん、で、発射する、うん、こういう感じでございます。これがインパクトドラゴン R ですね、うん、そしてこちらがスナイプドラゴン B ですね、うん、こちらも同じようにここ目になってて、まあ、牙になってるね、うん、はい、これはちょっと短いんだよね、この装填部分が。なのでそんなに威力はないですね、飛距離もないです、はい、やり方はまたさっきの、そう、引いて、そういうとこね、そしたらゴムがピヨンって、うん、こっちはね、ちょっと 見た目が違うの、ここね、尻尾ついてるね、うん、はい、で、持ち手もあります、うん、こうやってね、うん、両手で持てる感じ、うん、かっこいいよね、うん、かっこいいです。はい、そして最後にこちらがマキシマムドラゴン G ですね、うん、ライフル型です、うん、ちゃんとね、肩当てまでついてるよ。こうやってね、肩当て当てて、こうやってね、パーンと打つと、うん、基本的な操作は同じだね、うん、はい、こう引いて、肩に当てて、こんな感じだ、うん、かっこいいじゃん、いいね、かっこいい。これにはこの腕にそうそう、このパーツがついてるね、乗せるためのパーツがついてます。このですね、持ち手の部分、これ外して、こんな感じ、こう、あ、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じで打つわけだ。 G ショットはこんな感じで、こういろいろね、外れるようになってるんだよね、うん、で、こういうところにオプションパーツがね、どんどん付けられるんだよね、で、見た目も変えられるし、ちょっとね、パワーも増強することができるみたいですね、はい、はい、それぞれの銃にはですね、こういう風な3つの的が入っておりましたね、10点、20点、30点、それとですね、輪ゴムが10束入っておりました、うん、インパクトドラゴン R には赤い輪ゴムね、うん、で、スナイプドラゴン B には青い輪ゴムで、マキシマムドラゴン G には緑色の輪ゴム、これが入っておりましたね、それぞれ10束ずつです。ただ、遊んでるうちにですね、この赤い輪ゴムがですね、もう3つすでになくなってしまいましたね、うん、はい、それをですね、予想してか、こちらもお送りいただきました、うん、ゴムバレットっていうのと、パワーゴムバレットってやつですね、うん、G ショット専用のゴムバレットみたいです。で、しかもこっちは3ミリ幅のパワータイプみたいなので、うん、だからね、的の2枚抜きとか3枚抜きとかできるのかもしれないね、うん、うん、強そうだね、うん、そしてこちらのカスタム用のパーツもお送りいただきましたね、これがスナイプパーツ、こちらがインパクトパーツですね、ね、先ほどのスナイプドラゴンとかインパクトドラゴンとかをこの逆のタイプにするためのパーツですね、うん、面白いよね、こういうのもね、うん、特にこのスナイプドラゴンはこのね、長さが短いのでパワーがないんだよね。だからこれをですね、インパクトタイプに変えることでパワーも飛距離も伸びるようになりますね。そして最後にこちらも一緒に入ってました、マスターターゲットっていうですね、的ですね、的のセットでございます。いろいろですね、的を組めるみたいですね。ストラックアウトとかターゲットロードとかステップアップとかいろいろ組めるみたいです。で、我々はですね、すでにスタンダードのタイプで組んでおりますので、そちらでですね、後で遊んでみたいと思います、はい、じゃあですね、まずはこちらのインパクトドラゴンとスナイプドラゴン、この2つのですね、威力をちょっと確かめてみましょうかね。はい、はいはい、それではですね、ゴムの装填をしていきたいと思いますね。まずですね、この部分、これね、ロングマガジンっていうみたいなんですけども、このロングマガジンの後ろ側に引っ掛けてゴムを伸ばして前側にまた引っ掛けます。これで完了だね。完了、はい、そしたらまたこのロングマガジンを回転させます、手でね。で、もう一つここに引っ掛けると、はい、これ全部で6つ装填できますね。この状態だとまだ放てません。今ですね、このスライドが後ろに引かれた状態になってます。
これ一回トリガー引いて前に出しますね。はい、これ、はい、これね、ゴム引っ掛けてますね。これで後ろまで下げます。はい、これ、これで今もう放ってる状態ですね、うん。そしてスナイプドラゴン B はこんな風になりますね、はい。マキシマムドラゴン G も装填してみました。こんな感じですね、はい、はい。それでは実際にちょっと的を打ってみましょう。はい、はい、それではまずエイジン君が持ってるスナイプドラゴン B からですね打ってみてください。ちょっと近すぎるけどね、はい、やってみてください。そう、こんな至近距離なんだ。外した、ちゃんと見てないからだよ。じゃあトリガーのとこちゃんと見ないと。オッケー、よっしゃ、30ポイント、はい、はい。それではですね、パパはこのインパクトドラゴン R、 これでですね的を狙いたいと思いますね。いきますよ。はい、おい、30ポイント。これ楽しいんだよね。20ポイント狙います。おいしょ、2枚抜き。ということは60ポイント。素晴らしい。あー、外れた。次はちゃんよ。はい、外した。最後にこのマキシマムドラゴン、これもやってみましょうか。これはですね、ここにねスコープがあるんでね、だからこれを狙えばいいんだけど、おー、当たったよ。ほら、すごい。これやっぱね一番パワフルだよね、これがね。はい、それではですね、こちらのインパクトドラゴン R、 こちらにですね、こちらのスナイプパーツ、これをですねセットしていきましょう、はい。これをですねセットするとなんとアルティメットドラゴンになるんだって。そうなんだ、かっこいい名前だね。じゃあセットしていきましょう、はい。これでアルティメットドラゴンの完成ですね、うん。かっこよくなったね、うん、うん。黒パーツが増えてかっこよくなった、うん。それでこう両手持ちできるんだね、うん、はい。スナイプモードなので、ここのですね標準もですね前よりか良くなったね、うん、はい。次にこちらのスナイプドラゴン B、 これにですねこちらのインパクトパーツ、これをですねセットしていきましょう、はい、はい。これでですねアルティメットドラゴン、あ、これ同じ名前だ、うん、アルティメットドラゴンになりますね、うん、はい。じゃあやっていきましょうか、はい、はい。これで完成かな。そうだね、そうだね。アルティメットドラゴン、こちらもこれで完成でございます、うん。つまり先ほどの赤のものと青のもの、これ同じタイプになったわけだね、うん、アルティメットドラゴンでね、うん。なるほど、長くなって両方ともパワフルになりましたね、うん、はい。じゃあこれでちょっとレシン君とパパで対決してみようか。はい、はい。それではですね、2つのこのアルティメットドラゴンで対決してみましょうか。はい、はい、レシン君は青と赤のどっちのガンにしますか。青、青ね、はい。レシン君服は赤だけど青のガン、パパは服は青だけど赤のガンで勝負ですね、はい、はい。で勝負に使うのは先ほどのこのマスターターゲット、これがですねすでに組んでおりますので、これで、6発打ち込んで得点の高い方が勝ちということにしましょうか、はい、はい。じゃあやっていきましょう、はい。あ、そうだ、それで負けた人はこちらのマキシマムドラゴン G、 これでもう一回戦えるってことにしましょうか、うん、はい。これ強力だから、ね、そうそう、これが一番強力だからね、うん。ではやっていきましょう、はい、はい。このような感じでマスターターゲット置いてみましたね、はい、はい。こちら側から30ポイント、20ポイント、10ポイント、40ポイントで、上に50ポイントと100ポイントのパネルがありますね、はい。中に他にもですね50ポイント、30ポイント、50ポイントなどなどですね、うん、ちょこちょこポイントあるね、うん、はい。ではエイシン君が座ってるとこから打つようにしましょう、はい、はい。ではまずエイシン君、じゃあ6発打っちゃっていいよ全部、はい。おー、いきなり50ポイント, 50ポイント、いきなりかよ。そして外したね。外した。3発目外した。外した。4発目あ、外した。外した。外した。外した姉ちゃんね、うん、あ、残念でした。じゃあ A シンクは50ポイントです。はい、はい。では次パパいきますよ、はい、いくよ。あー、外した。一発目からまさかの外れ。じゃあ二発目いきますよ。はい、よし、20ポイント。20、まだでも20だ、このままずっとやっても OK。 はい、よし、40ポイントと50ポイントも倒れたよ。40たすぐ90ポイント。今パパ、うん、あと20ポイントだから110ポイントです。もうエイシン君に勝ったね。待ちました。はい、
で、まだ僕はあとで3発残ってますからね。いきますよ。あー、外した。あれやっぱ上は難しいね。おし、50ポイント。170ポイントですか。170ポイント。あ、じゃあ160。最後に100ポイント狙う。よし、あー外した。あー、でもパパは160ポイントですね。はい、イエーイ。はい、それではエイシン君、マキシマムドラゴン G ですね。第2回戦行ってください。一発目外した。外したね、大きく外したね。おお、見事40ポイント。40と50がいった。おお、90ポイント。90ポイント。おお、いいね。外した。外した。外した。お、当たった。50ポイント。140ポイント。よっしゃー。じゃあ、はい、6発目最後に一発。じゃあ、さすがに強いね。うん、外した、大きく。はい、エイシンくん、第2回戦140ポイントです。やったー。はい、それでは第2回戦、パパはですね、ちょっと離れます、さらに。こっからやるよ、パパ。はい、こっち立ってやる、はい、うん、これであっちを狙います。はい、じゃあ行きますね、パパ。このちょっと離れたとこから狙いますよ。はい、ハンデだからね。はい、あー、50ポイント当たったけど。当たったけど倒れなかった。マジか、そんなことあんのか。もう一回50ポイント狙います。おっ、150ポイント。やった、パパこれでもエイちゃんに勝ったじゃん。よし、じゃあまたさらに極める。あー、外した。でもエイちゃんすごい得点取っちゃった。おーし、50ポイント。うっそ、200ポイントいったよ、パパ。200ポイントだった。おーし、40ポイント当てた。240。最後の一発。はい、ということでこの勝負はパパの勝ちです。イエーイ。負けた。はい、ということで今回はタカラトミーさんよりレビュー用にお送りいただきました G ショットでした。